春にかけてはかっこいいだろうって見せて、春先に彼女と交尾するという形で子孫が増えていきます。でちなみにですね、あれ薬鹿という鹿なんですけど、本州鹿、日本鹿なんですね、種類としては。で、分布地域で名前がついてて、屋久島にいるから屋久鹿、はい、本州にいるから本州鹿、はい、で北海道にいるのエゾ鹿、はい、で四国だとか九州にいるのはなぜか日本鹿のままです。で本州鹿で、あと屋久島にいるから屋久鹿なんですけど、なぜか奈良にいる一番有名な鹿が奈良鹿とは呼ばずに、ただの本州鹿でございます。ちなみに南に行くほど体がちっちゃくて、鹿は北へ行くほど体が大きくなるんで、同じ日本鹿の種類のエゾ鹿とヤクシカ比べると、エゾ鹿これの4倍ぐらいの大きさあります。全然体の大きさが違います。ここ見て、お団子のようになってるんだ。見上がった。何何見上がった。はい、4メガット。
けんの？いいんじゃない？ここら辺で。めっちゃ懐いてんじゃん。どうするの？このイベントですね。最初に一緒にいますサイさんに触れ合っていただこうと思います。それですね、今度はですね、下の道をずっと上に上がっていきまして、後ろにオレンジ色の部屋があります。あちらがゾウさんのお部屋となっておりますのでね、ゾウさんにあとご飯あげていただこうかと思いますね。大体ですね、30分から40分ぐらいのイベントとなっております。これからですね、ちょっと父さんのお部屋に向けてですね、ゆっくりと進んでいきたいと思います。それでね、熱崩さずね、この子たち名前をムフロンと言います。あ、ね、こんな見た目してるんですけど、実は羊の仲間です。羊のご先祖様です。そしてですね、立派な角を持ってると思うんですけど、この子たちはみんななんと男の子です。いいんじゃない？うわ、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 あ、なんかすごい今来てくれんじゃん。サービスいいね。わんこそば状態ですのでどんどん行きます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終わっちゃったな。お疲れ様ですね。ありがとうございます。待ってるし、もう終わりですかみたいな顔してこの後お昼ご飯が別で、はい、あるので、この後ですね、外でまたお昼ご飯食べるように見ていただけますので、一番一日なので一番余裕がある時間帯ですので、はい、これなんだろうな、どうしちゃったかな。お花をあげるとですね、妻の口に直接ご飯を放り込んでもらえるので、はい、もう終わったので、なんかやったらご飯くれないかなって思ってます。そう、はい、残念だね。はい、仲良くね、双子ちゃんです。仲良しだった。晴れてる日だとね、この上とか、あとそっちの木の上とかに。ポテポテして可愛いかね。
変わってきちゃってるみたいで、普段バナナ大好きでモグモグ食べるんですけど、いらなかった。あー、またもらってきたのかな。うん、来てきた。どこですか？こっちの子がですね、耳がこっち向いて、こっち君っていう名前だったから。何歳なんですか？お利口だ。私で15歳。あ、食べてるバナナ。すごい食欲旺盛なので、この子ちまちまちぎってちぎって食べるんですけど、食いしん坊さんなので、まるまる食べちゃいます。今ね、まるまる食べてる。早いよ。うん。怒られちゃう。ほら、取り取ってる。あ、やだやだ、かわいそうに取り取ってる。ねえ、取り取ってるんだね。取り取ってるの食べるの。かわいい。かわいいよね。ほらほら、食べてる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 。落ちないで、ね、洗い具合って洗って食べるっていう印象あるんですけど、あ、ちょっとですね、よく聞かれます。洗って食べるから洗い具合じゃないのかな。そうですね、住んでるところでもともとアメリカの、あの川とか川辺とかで生息してる動物さんなので、カニとかも食べるんです。探してる姿が洗ってるんじゃないかって言われたことから、洗い具合なんて呼ばれてるんです。もう食べ終わった。洗い具合ぐらいまで行ってるんですか？実はですね、それがちゃんとよく分かってないと思うんですけど、日本でも、ああ、また今トリコしてる。日本でも、ね、嫌いになっちゃったから、ね、見つかると殺される対象になってしまいます。なので、野生だと3歳から5歳くらいで殺されるのが多いって言われているので、動物園とかだとやっぱり15年とか、結構20年前くらいまで生きることがあるんですけど、平均って言われるとちょっとなんとも言えないです。あとはですね、寺子から4年と、野生だと寿命が10年とか15年くらい、動物園だと20年くらい。え、そうなの？その違いは何かと言いますと、安全性とちゃんと食事が取れてるんです。外的に狙われる恐れとかが全然ないところなので、安心して暮らせるし、ご飯もちゃんともらえるけど、みたいな感じで、痩せて餓死するとか、敵に狙われて飛ばされてしまうってことがないので、寿命がその分長くなったりとか。うーん、そうなんだ。うーん、食べるんだ。
もう出たいのかなるんですけれども、なんでこっちは逆にずっと後ろもうあのお仕事今日やらない、この時間帯やらないので、あの拗ねてます。はい、OK。 ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。